はい、今僕がずっとライバルだと思ってたのは同期 の今坂和弘、本当に何でしょう、負けたくないなと思って、ずっとやってきました。2019年ボートレース浜名湖で第1回全国ボートレース甲子園が開催された。高校野球をモチーフにしていることもあり、大会初日の開会式では選手宣誓も行った。徳増秀樹44歳、静岡が生んだスーパースターでありベテラン選手の一人だ。こういった開会式で少し気の抜けた挨拶をするベテランは少なくはない。しかし徳増は違った。観客や選手から笑いが飛ぶ中、徳増は選手代表として全力で宣誓を行った。優勝旗をこの手に掲げるため、最後まで正々堂々と勝負することを誓います。徳増はなぜここまでレースに直接関係のないことも全力で取り組むのだろうか。徳増秀樹は G1 を3度優勝経験がある静岡支部を代表する選手の一人であり、2019年11月現在では年間賞金獲得ランキングは全体で12位という好成績を残している。そして徳増を語る上で欠かせないのが、ボートの歴史上わずか13人しか達成していない全国24乗制覇。ボートレースは乗によって特徴が大きく変わるため、どんな一流選手であっても全部の乗で優勝を経験するのは容易ではない。さらにはその説の流れや運といった要素も大きく影響するため、限られた人間にしか達成できない偉業だ。徳増はそんな5000人以上いるプロのボートレーサーで史上13人目の全乗制覇という偉業を成し遂げた。またボートレース最高峰のレース SG ではほぼ毎年出場するほどのトップレーサーの一人である。44歳を過ぎた今現在も衰えを感じさせるどころか年々成績は上がっている。確かな経験と強さを誇る徳増だが、彼には一人、唯一のライバルと呼べる存在がいた。今坂勝弘。今坂は徳増と同じ静岡県出身の75期の同期である。1993年、今坂と徳増は同時期にボートレーサー養成所に入所し、1年間、共に厳しい訓練を受けた。着実に訓練に合格していった今坂とは対照的に、徳増は、同じミスを何度も繰り返すほどであり、何度も退学を覚悟したという。なんとか無事に養成所を卒業した今坂と徳増。そして共に静岡支部として地元浜名湖競艇場にてデビューを果たした。同年同期で同じ静岡支部に所属する選手として、徳増と今坂は互いを強く意識していた。ライバルとして、時に仲間として、唯一無二の友として、二人は互いを高め合っていった。しかし、年が経つにつれ、今坂と徳増の成績に差が開き始めてきたのだ。今坂は、デビュー6年目にして、初の SG 総理大臣杯に出場し、準優5位という、初出場ながらも好成績を残した。その後も、今坂は A1 レーサーとしてトップクラスの成績を維持し、2003年には G1 初優勝、そして、極めつけは、2001年玉川競艇場で、当時のボートレース日本最速タイムを叩き出し、イダテンの異名を持つようになり、さらに闘志あふれるレーススタイルからガッツ今坂の異名もつけられた。そんな今坂とは対照的に、徳増はなかなか結果を残せずにいた。同期の今坂は、すでに SG 初出場をしているにもかかわらず、自分は出場する権利すら得られない。今坂は、ここぞという勝負どころで結果を残していたが、対して徳増は、あと一歩という勝負どころで結果を残せない日々が続いた。自分への甘さと弱さ。今坂のように勝負どころで結果を残したい。徳増はいつしか今坂が自分の目標の一つとなっていった。そして2003年、徳増秀樹はデビュー9年目にしてようやく初の SG へ出場すると、2010年には G1 初優勝を果たし、
着実に成績を右肩上がりに上昇させた。これからも今坂を超えるような結果を残す。そう自分に言い伝えるかのように飛躍を続けた徳増だったが、運命は突然訪れた。2015年の大晦日から今坂の名前が出場予定から消えていた。体調不良とのことだったが、またすぐにガッツあふれる姿で帰ってくるよ。皆がそう信じていた。しかし2016年5月、今坂は胃がんのため40歳という若さでこの世を去った。この知らせはすぐに徳増の耳に伝わった。同県同期としてデビューを果たし、切磋琢磨してきた徳増と今坂。あまりに唐突すぎる今坂の死は、徳増にとって受け入れがたい現実だった。しかし、そんな暗い現実とは対照的に、徳増は優勝という光を重ねた。連戦連勝。まるで、お前、適当にやるんじゃねえぞ、と、今坂に言われている徳増の姿を見ているようだった。そして、8月のお盆期間のレース。徳増は地元浜名湖で出場していた。今坂が他界してから初めての浜名湖。徳増にとって、この節ほど負けられない戦いはなかったかもしれない。共に頂点を目指すはずだった共に、レーサーとしてメッセージを送りたい。抵抗、徳増差し入れ切り替えた真ん中へ3号艇、内側4番5番と切り込んで、競争先頭2番の徳増五輪。徳増は浜名湖でも連勝を重ね、そしてついに優勝に最も近い1号艇で優勝戦を迎えることとなった。勝敗の優勝戦はスタートまで10秒を切りました。インコースから1番2番ダッシュが3番4番5番6番です。優勝戦の12レーススタートしました。2、3、4コース2番、3番、4番わずかに好スタート。3コース優勢、3号艇菊池も先に回っていく。1号艇徳増、2号艇にやや張られて3号艇行き場がなくなった。5号艇まくり出す内側4番6番差してバックへ入りました。わずかに踏ん張った1号艇徳増秀樹。2番手は4号艇と5号艇佐々木、外から5号艇杉田徳光、最内からは長島が迫っていく。第12レーススタートは正常でした。2マークはセンターから1号艇徳増、その内側4号艇佐々木プレッシャー、長島も潜り込んでいきまして2人の内側へ切り込む形になった。5号艇の杉田徳光、先頭は1号艇の徳増抜け出しました。上位体系は154。しかし常に目標としてきた友、地元浜名湖の優勝で今坂に伝えたい。佐々木康之、先頭1番徳増優勝敬礼。2着優勝インタビューでマイクを向けられた徳増は目に涙を浮かべながらこう言った。徳増は後のインタビューでこう答えた。まあ、僕がずっとライバルだと思ってたのは同期 の今坂和弘。本当に何でしょう、負けたくないなと思って、ずっとやってきました。笑われないように、天国からね、笑われないように、何やってんだって言われないように、やってるところです。はい。第3744号静岡県出身徳増秀樹。